ミヤコステークス2020、俺のこと忘れた？重賞で活躍してるよ。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証のヤギューでございます。本日は5分でわかる外球データ編ということで、ミヤコステークス2020をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去のミヤコステークス外球傾向を学ぶということで、外球馬は過去のミヤコステークスでどのように構想しているのかを確認していきたいと思います。そして2つ目、今年のミヤコステークスはどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙うべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではまず、ミヤコステークス2017年の傾向でございます。1着は TM 迅速、M ステークス2着から、京北育成牧場で外球調整を行いました。そして2着が、ルールソバール、ゲシステークス1着から天候 TC で外球調整を行っております。3着がキングズガード、南部杯3着から在球調整となっております。そしてこちらが2019年のミヤコステークスの傾向でございます。1着がベンジェンス、ウズマサステークス2着から在球調整、2着がキングズガード、シリーズステークス5着から在球調整、3着がウェスタールンド、アンタレスステークス4着からノーザファームシーラキとなっております。ミヤコステークス2020年狙うのはということで、2つのポイントを紹介させていただきます。まず1つ目、阪神観戦もリピーターは要注意ということで、2019年2着のキングズガードをはじめ、かっこ遡りますと2016年3着のロアジャルダン、2014年1着のインカンテーションなど、リピーターが大変強いレースとなっております。今年は阪神での代替開催となりますが、リピーターには注意していただいた方が良いのかと思われます。そして2つ目、中心はダート重賞構想からということでございます。 TM 迅速は2番人気、キングズガードは10番人気、3番人気、ウエスタールンドは6番人気ということで、人気を落としても拾う価値はありそうです。この2つのポイントを押さえながら、今年はミヤコステークス勝負してみてはいかがでしょうか。最終的な外形馬やデータ該当馬に関しましては、 LINE でお送りさせていただいております。概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録して週末をお待ちください。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。